岩月城は戦国時代に築かれた平山城。大宮第一岩月市大城に立地。武蔵区に埼玉郡岩月にあった岩月藩の藩長。別匠に岩月城、岩月城、府城、白鶴城がある。県指定史跡。また、周囲の大構えは指定史跡となっている。従来は鎌倉大蔵氏により、古賀城にいた古学坊。 足利重氏に対抗するため、1457年、大木谷上杉持友とその家臣、大田道真、太田道館不死により、江戸城、川越城と共に築かれたとされていた。近年、1478年に、小学防法の推し城主成田県大の父成田寺、交際生等が築城したと記述された資料の発見により、成田市追記説もあるという。近年、 成田市追記説の根拠となった資料について、新たな解釈が示されている。本資料で築城者、政党の子としている、県、体は、成田県体ではなく、長尾忠景の三男であり、大田道真の養子になった、人物とし、政党は、道真の法位みとみなす。2014年の時点では、大田市追記説と成田市追記説が並立している、状態であるという、 その後、永翔7年には、小学坊奉公衆である渋江氏が、岩月城氏となったとみられている。大木谷上杉氏と山内上杉氏の対立から、関東も戦乱期に突入する。1522年、大田助頼が、岩月城を奪取し、以後、岩月大田氏の居城となる。伊豆、相模を手中に収めていた北条氏が武蔵に侵攻して、岩月城攻略に乗り出すと、 1546年の川越屋戦で、北条氏の武蔵支配が決定的になる中、岩月城はそれに抵抗する、大田助政の居城として機能した。1564年、助政の留守中に、弱氏、大田氏氏が北条氏康に内容し、助政の追放を断行。岩月城は、後北条司法となった。1567年、志氏が、カズ国で戦死すると、 獅子には男子がいなかったため、北条氏はこれを契機に岩月城を直轄にする。1580年には北条氏直の弟の玄五郎が、その創生後の1585年にはその弟死亡が上主になった。1590年、豊臣秀吉による小田原征伐の際には死亡が小田原城に詰めたため、死亡付の宿老である。 伊達ふさみの指揮のもと、二千の兵が岩月城に牢城するが、浅野長吉島に入りつる約二万の兵に攻められ、千余の犠牲を出して数日後に幸福落城した。北条氏滅亡後、徳川家康が関東に入ると、徳川家の不大家臣の郡利清機長が二万国で岩月城に入った。以後、青山氏安倍氏板倉氏戸田氏 藤井松平氏、小笠原氏、長石氏ら、普代大名の居城となった。江戸中期に徳川家重の川用人、大岡忠光が入って、藩主家が固定、廃藩地権まで大岡氏の居城となった。天守はなかったが、天守大王の矢倉として本丸に二層二階の河原矢倉があり、他に武器二層二階の二重矢倉と同じく吹きの一層一階の串型矢倉が、 本丸に存在した。1770年に作られた裏門。岩月城の裏門と伝えられているが、所在位置については不明である。城市公園に黒門と裏門が移築され残っている。他に門二棟が移築され残っている。城市公園は、車の一部で、本丸があった場所は、住宅地となっている。また1988年には、地名変更により、 本丸が成立している。岩月城の地形は岩月台地の絶頂台地城に築かれ、北から東を元荒川街城、その内側には帯車があり、南西方向を除いて沼に囲まれている。荒川の台地を利用した平山城。また珍しい創ルワ型城郭の縄張りが施されていた。城下町は南西方向は岩月台地に連続し、 武家屋敷が縄張りされ、町人町はその外側の南西から西側にかけてと南東側に配置されている。寺院は町人町の外苑、大構えの要所要所に配置されている。岩月城の城石は本格と東に続く二の丸、南の三の丸を中心に茶屋ぐるわ、天神ぐるわ、竹沢ぐるわ、新生寺ぐるわ、新曲林などの書くるわからなり、 沼地であったところへ縄張りして築城したという。岩月城の構造は、西南を首とし東北を後とし、南は堀を巡らしていることから浮上、白鶴城などと呼ばれたという。岩月城の城石と構築については、城石が城下町まで含めて周囲に大構えがあり、それは城の外角にあたり、内から外に土塁、5道路の順で構築されたものであり、 小田原城、立林城などのほかあまり類例は少ないという。岩月城の規模は、天保年間の城の規模は大港内総面積997,293平方メートル、城内面積109,560平方メートルであった。岩月城の本丸は、城の東北に位置し、土井を築き堀を巡らし東北は沼、西南は堀を構えて、 他の各都境をなし、車橋番所が重要な検問所となった。城内には、将軍家の日光山系の檻に用いた、茶屋車わおなり門、前出しを構えた大手門などの六つの門と七つの、軌道を設け警護に当たっていた。中世には、奥大道、欧州街道沿いに、近世には、日光おなり街道沿いにあった。また、昔あったとされる水堀の面積は現在、 確認されている城の中で最大を誇る。堀や沼地は埋め立てられ、本丸や大田などの住宅地となっている。岩月城は大田道館が築城した、際の物語に由来し、別名、白鶴城、竹束の城、浮上などと呼ばれている。築城を命じられた大田道館は、沼のほとりで庭の白鶴が木の枝を水面に落とし、その上に舞い降りたことから、 たくさんの竹を束ねて、沼に埋め、り土をして、城造りをし、岩月城ができたという。岩月城市公園岩月城市公園は、岩月城を含め周辺を整備した公園である。ほぼ、岩月高田三丁目の全域に広がる。通称、おはやし公園と呼ばれる。桜の名所としても名高い。園内の勝負池は初夏には、水蓮で覆われる。旧 岩月市の都市計画公園として整備され、開園時は岩月公園と呼ばれたが、埼玉市との合併に伴い、上市の二文字が加えられた。14.54ヘクタールの起伏の多い公園で、岩月上市の土塁が今でも残っている。土塁と空ぼり跡が残る一部の場所は宗教施設になっている。八橋と桜園内にある池には、この公園の象徴であり、 ギザギザの橋が、特徴的な朱塗りの八幅橋が架かる。北側の広場には、子供用の遊具や、広い芝生、銅人形が時を告げる、からくり時計と、東武鉄道の特急車1720系、デラックスロマンスカーの第一編成のうち、東武日光砲の先頭車である1726号が、生体保存されている。これは、百九十四年五月に、旧、 岩月市の市政施行40周年を記念して、東武鉄道から寄贈された車両である。その他、埼玉市民会館岩月、岩月城市公園野球場、岩月城市公園テニスコート、岩月城市公民館などの施設が、園内にある。文化財紹介、岩月城、文化財紹介、岩月城大構え、鎌倉大蔵島記号 長六元年4月、大田ビッチュ州入道ハブ州岩月の城、を、取り立てによる。ABCDEFG、日本城拡大敬語埼玉、東京新人物往来者、1979年、186から189ページ。ISBN 978から44億400万9760。文明名王年間関東全林四文等を省録。 初週の、自公祭史軸なら美にある記述、武州記載群有村、岩区岩月、また岩区中奥義、腐舎風なり、岩月左衛門の、進む県太鼓地地、古今後、法意味な政党、京武略の名翼、有門乱の明、地区一条による。本資料は、長塚隆、小学坊足利氏と前下羅人旧都年、川下流域を中心にマイナス、足の道、 三里市氏、研究2号、1990年。により着目されるようになった。黒田元木、岩月城の築城時期と初期の城主、戦国東国の大名と、国州、岩田書院、2001年、60から64ページ。書室は、大木谷上杉氏と渋江氏岩月城との関係を、中心にマイナス、北区市研究2号、1994年。 黒田元木、岩月大田氏の成立、大木谷上杉氏と、大田道館岩田書院、2004年、175から177ページ。小宮勝夫、岩月城は、誰が気づいたか先玉出版会、2012年。黒田元木、岩月大田氏の系譜と、同行、論集戦国大名と、国州十二岩月大田氏、岩田書院、2013年。 年代期配合賞による。本土実家古町2位五1524年の事件とする。a b 下モナカ1993、P985、ハット ABCDEF 地区内1980、P127 埼玉県郷土市研究会編、白鶴城と、初狩城、史跡と人物で綴る埼玉県の歴史公文書院、1983年、86ページ。 埼玉。玉手箱ボリューム42020春夏。埼玉市観光国,国際協会。2021年3月18日閲覧。細渕家住宅長屋門細渕家住宅長屋門。文化遺産オンライン文化庁。岩津木場並び侍屋式場か町まで総えず岩津。木場並びに侍屋式場か町まで総えず。文化遺産オンライン文化庁。 長谷川家住宅旧天造及びおもやは、瀬賀、和家住宅級店倉及び主屋、文化遺産オンライン文化庁。ありがとうございます。